リボンチャンネル、リボンガールのさつきです。リボンガールのバンビです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。作品やブログの感想などコメントも待ってます。さあ、それでは今月も早速読んでいきましょう。はい、せーの、ゆあちゃん。はいはい、バーチャルリボンガールのゆあです。なんか今日二人ともレトロガーリーな感じだね。そう、ちょっとビッグだね、スケーリーみたいなセットになってるんだよね。これ可愛い、可愛い T シャツなんです。あと要はね、二人の後ろにあるハニーレモンが気になるんだけど、ね、なんかすごいデザイン可愛くない？いつもとなんかちょっと違う背景なの。たまないから、ね、バブ気になってた。実はこちら今月の付録なんです。ええ、これが今月の付録？じゃあ早速紹介しちゃいます。今月の付録は3号連続ハニーレモン付録第1弾、ハニーレモンソーダおしゃれモステーションセット。ちょっと待って、3号連続って言った今？そうなの、6月号、7月号、8月号と7月9日公開の映画に合わせて盛り上げていきます。すごーい。ね、ちょっと待って、めっちゃおしゃれ。ステーション、そうなの、開けてみる？開けてみる。え、もう箱から可愛いんだよね。なんかいろいろ入ってるね。え、待って、すごい。まず見てほしいのはね、これハニーレモン缶。これちょっとなんかデザインもさ、レモンソーダの飲み物みたいで可愛くない？可愛い。しかもなんかさ、ちょっとレトロな感じ。これめっちゃ可愛い。本当も可愛いよね、これ。あ、今バンビ開けたでしょ。開けちゃった。中に何が入ってた？なんかね、何？可愛い、メモ帳だ。ハニーレモンって書いてある。すごい、これ可愛い、メモ帳。この両面だしね、おしゃれ。これおしゃれだよね。すごいね、このカンカンのハニーレモンの書体がすごいレトロで可愛いの。ね、この中のさ、メモ帳使い切ってもさ、いろいろなんか飴とかさ、アクセサリーとか入れられそうで超可愛い。このサイズ感もいいしね。バンビさん、いいこと言ってくれましたね。この缶にぜひアクセ入れてほしいです。え、いいの？やったーもうすっぽりすっぽり、こんなゴムも入っちゃう。こんなにまだまだ全然入るよ。てか全部入っちゃうよ、これ。これでこうやってスポッて、で持ち歩きって。じゃあ次はこっちのキャンディー見てもらってもいい？いや、これめちゃめちゃ可愛いよね。デザインがめっちゃ可愛い。キャンディーみたいに入ってて、生で見ないとわからないと思うんだけど、キャンディーのね、再現度の高さ、ぐるっていう、なんかそうねじれてるみたいに。そう。で、しかもさ、このさ、透けてるこの素材が可愛すぎない？めっちゃ可愛いの。これさ、マーカーって書いてあるけど、これマーカーになるってこと？思いっきり引っ張ってみて。おお、わぁ、えマーカーだ、すごい。じゃあ、リボンコのみんなにマーカーの色を見せてもらってもいい？この黄色い方がレモンキャンディーマーカーで、じゃあさつきお願い。じゃあバンビはこっちのソーダキャンディーマーカーね。はーい、めっちゃ可愛い。わ、すごい、黄色の方は蛍光マーカーって感じ。わー、ほんとだー、バンビはね、なんだろう、緑っぽい感じかな。そうだね、可愛い。これいいね。え、これさ、ポーチに入ってたらめっちゃテンション上がる。確かに、最近結構クリア素材のフェンポも多いから、すごいぴったりじゃない？確かに。じゃあ、さっきのメモにお手紙交換する？はい、できました。おお、じゃあ交換しましょうか。はい。おお、かわいい。まずは、ね、じゃあ読んでもらってもいいですか？バンビへ、ハニーレモン映画公開されたら一緒に見たい、これからもよろしく、さつき。え、かわいいね。やっぱりこれ蛍光ペンが入ることにより可愛いし、色も映えるよね。映えるね。そしてバンビからのお手紙を読みます。さつきへ、少し早いけど誕生日おめでとう、これからもよろしくね。SJK 楽しもう、17歳楽しんでね、バンビということで。嬉しい、ね、5月30日だから。5月30日9日だから、ありがとう。こちらこそありがとう。嬉しいですね。かわいいです、すごい。いや、やっぱりでもこれデザインがおしゃれだし、かわいいから。そうなんですよ、本当にしっかり使いたいね、これは。かわいいね。今月のリボンマスコットコミックスを紹介します。本日は村田真由先生のハニーレモンソーダ16巻です。今日はハニーレモンのいいところをいくつ言うか、30秒チャレンジスタート。まずはみんな
新連載おうちに帰ろう。新連載、ってかめちゃめちゃ可愛いよこのヒロインの子かな。誰ですかこの人は。気になる。可愛い。じゃあ関東カラーだから早速見ちゃう。おお見ちゃう。じゃ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 ん。わあ。カリア先生はあんちゃんのものの、うん、カスミンが帰ってきた。ときめきすぎる。一つ屋根の下新連載だって。どういうこと？やば。この家で始まる君との暮らしだって。え、暮らしなの？暮らし？どういうこと？なんかね、京都で暮らすめいちゃんっていう高校1年生の女の子が憧れの小説家さん橘いおり先生のお手伝いさんをやることになって東京に行くの。へー。でもドキドキの初対面で現れたのは何？ここか。そう、これだ。ガチャ。さてどうなるっていう話です。やば、待って、小説家とかいろいろ気になるところ多すぎるんだけど、ね、お家に帰ろう、ぜひ読んでみてください。さらに今月は読み切りも一本あるんです。マドモアゼル由美子先生の親父女子高生、みんな大好きな親女がまた帰ってきました。おー、読み切りなんだね。ね、親女は津山千奈美先生の大人気4コマ漫画ハイスコアのスピンオフで、ハイスコアに出てくる現役男子高校生漫画家のミッキーのペンネームなんだって。漫画の中の漫画だね。そういうこと。しかも今回主人公のモコちゃんが男の子の姿になっちゃうの。モコちゃん超美少女でしょ、うん、ちょっと待って、1ページこれチラッと見たらなんか最初、うん、朝起きたら、うん、えっていうとこから始まるのよ。でその後、うん、やばい男になってるって言って、なんかいちいちなんか横をなんかビリビリって言って、うん、そんな姿があったりとか、もうちょっと今の時点で笑いがこらえられないくらい、ね、しかもこの後男の子からさらに丸々の姿になっちゃうの。これはぜひ本誌でチェックしてください。チェックチェック、うん、すごすぎる、やばいね。最後に実は今回もう一個新連載があって、池田遥先生の漫画みたいな恋がしたいっていう漫画の描き方が学べる漫画が始まります。すごい気になるんだけど。じゃーん。小学5年生のゆなちゃんっていう女の子が遠足のしおりのイラスト係に任命されちゃって、どうしようってなった時に漫画の妖精ちあちゃんが登場して漫画の描き方を教えてくれるっていうストーリーだよ。二人はお絵描きどれぐらい得意？あんまり得意じゃない。あんまりすごい基礎的なところから教えてくれてて、漫画の途中でこの正面顔の描き方っていうのが出てくるから、これを見ながら一緒に描いてみる？描いてみる。できた。こんな感じかな。じゃあせーので見せてくれる？せーの、じゃーん。お、すごい、めちゃくちゃ上手じゃん。一発撮りだよ。え、うわー、いい感じ。本当？本当に私、うん、絵とかその描けないしバランス無理だから、こう外部に従っただけって感じだよね。そう、最初に引いた自分の縦と横の線を、うん、信頼しながら描いてた。だ、この短時間でも割とうまく描けたかなって感じ。漫画読むのは好きだけど、絵描くの苦手だなって思ってる子も、一回これ見ながらやってみたら絶対楽しいと思うから。楽しい。これみんなにやってほしいね。友達ちゃったら楽しそう。ね、うん、楽しいと思う。こんな感じで、女の子の描き方から始まって、多分来月が男の子の描き方？え？で、またなんか全身の描き方とかいろんなことをやっていくから、読んでいけば、きっと絵もどんどん上手くなるんじゃないでしょうか。それは頑張ろう、毎月。そして絵が上手くなった暁にはぜひこちらリボンの6月号、7月号、8月号、9月号で4ヶ月連続夏の漫画賞祭りがなんと始まります。まず早速この6月号から始まるのがもう第4回になるんだね。 R4 グランプリっていう4コマ漫画を募集してる漫画賞なの。特に今月から募集するこの R4 グランプリは漫画家デビューに最も近い賞で、第1回では稲上村のライスさんの梨野アリ先生がデビューしてるの。もうデビューしてる人がいるってことはそれだけすごい賞ってことだもん ね。さらにさらに一つ前の第3回ではなんと4名もデビューしてます。すごくない？
でもみんな R4 ってどんなの求めてるのってちょっとわかんないかなって思うから、今から第3回デビューのなめかた不明先生の例えてことわざガールをワンピとさつきでアフレコしてもらいます。これは今年のリボン2月号に載っていた作品です。登場人物が女の子2人とあとお母さんが出てくるんだけど、じゃあたとえちゃんをワンピ、はい、で、すなおちゃんとお母さんをさつきにお願いしてもいい？はい。じゃあお願いします。私、例えが現実に起きちゃうことわざ体質なの。何それ、言葉一つで何でも生み出せるってこと？それってすごい才能だよ。使いこなせたら絶対楽しくなるよ。そんな前向きに考えても見なかった。目から鱗。うわー、すごい量。今のそれもこうしたらさ、ほら、鱗のキーホルダー。早起きは三問の得。チャリーンチャリーン。ログインボーナス作戦は成功っと。あら、たとえもうお友達ができたの？うん、すなおちゃんっていうの。よかったね。あなた内気だから心配してたのよ。出産の時も全然出てこなくて困ったの思い出すわ。何の話？アンズルより産むが安いって言ったらやっと飛び出してきたのよ。もしかして、この力は遺伝なの？なるほどね。お母さんも、ことわざ体質。そうだね。すごいね、これ。第4回 R4 グランプリは、今年の8月31日まで応募お待ちしてます。お待ちしてます。はい、続けて今月の記事を見ていきましょう。はーい。今月もいつも通り、フワちゃんとラウールくんが出てくれてるね。おー。早速、今月のラウールくんの連載見てみる？見る見る。わー、すごい。今月のテーマは、一匹狼な彼と二人きりの5時間目です。5時間目つまり授業サボっちゃうのかな。やっぱりやばいね、これは。いや、今月もいいシチュエーションだね。うんうんうん。さらに、今月の映画ハニレモブでは、女の子3人の制服姿が見れちゃうの。かわいい、めっちゃかわいい。やっぱりまたうかちゃんのね、この制服、うん、今度ブレザー、かわいいね。かわいいね。いや、映画楽しみだね。楽しみ、早く見たい。実写映画は7月9日金曜日公開です。お楽しみに。さらにさらに、今月はなんとレシピの記事もあって、最初の方にあるんだけど、え、何これ美味しそう。あれだ、ティータイムに魔法をかけての、カフェ鳥かごのスイーツレシピ。あの漫画読んでたらさ、本当にスイーツ食べたくなっちゃうんだよね。すごくないこれ。あれ、漫画に出てきたやつを全く別の作れるってことだもんね。そうなの。あ、本当だ。さらに今月もおしゃれ記事もあって、リボンヒロイン直伝おしゃれ通学スタイルのページがあります。ちゆちゃんとかが、校則厳しいんだけどヘアアレ教えますとか、みんなが答えてくれてるよ。ちゃんとさ、あの小学生の子の悩みは、はるこちゃんが解決してくれてる。本当だね。ランドセルとかね。本当だ。これいろんなシチュエーションでこれを参考にできるからいいね。こんな感じで、今月もモリモリでした。どうだった？見てみて。すっごい。まずはさ、ハニレも、もうすぐ公開ってことで、はい、付録が何ですか？あの可愛い付録。可愛いし。でもさ、3ヶ月連続って言ってたからさ、ね、よね、来月もまたハニレもの付録ってことでしょ？今回、スペシャルだったからさ、うん、次はちょっとまた違うテイストなんです。うわー、楽しみだなー。だよね。はい。新連載もね、ね、始まって、あれめっちゃ気になるから、早く読みたい。読みたい。リボン6月号扉へ紹介します。30秒チャレンジスタート。まずはフリア先生はあんちゃんのものでおなじみのかすみん先生の新連載お家に帰ろう、一つ屋根の下ってどういうことでしょう。続いて木下花香先生の初恋と太陽、ジェイスラブストーリー卒業間近です。続いて宮崎富川由志の先生、作画田代美代先生のミュウの名のもとに可愛い絵ですね。続いてバンビー、はい、そして石川美先生の絶叫学級転生、スイッチするからスイッチって何でしょう。そしてマドマーズリムカ先生の親父女子高生、スーパーキュートでめっちゃ可愛いです。そして最後に村田真由先生のハニレモンソーダ650万部突破、7月9日映画公開です。皆さんぜひ6月号チェックしてください。バイバイ。間に合った、間に合った。はい、じゃあ次にコメント。今月もたくさんコメント来てるね。本当だ、ありがとう。大人の方もコメントしてくれてるね。絶対買います。早く
品も買いたい。ありがとうございます。わ、すごいよこのコメント。海外に住んでますプリンです。海外に住んでいるけれどリボンワクワクステーションも毎日チェックしてるし、リボンチャンネルも毎月楽しみにしてます。嬉しい。もちろん毎月を買ってます。付録もたくさん使ってます。今好きな人、幼馴染がいるので、リボンを毎日読んで参考にしたりもしてます。可愛いバンビちゃんとさつきちゃんが羨ましいです。バンビちゃんとさつきちゃん、幼馴染の関係を卒業して恋人関係になるためには何をしたらいいですかね。毎月毎月この動画紹介見させてもらっていただいています。バンビちゃん、さつきちゃん、そして岩ちゃん、これからも頑張ってください。海を越えて応援してます。だってすごい、すごい。いや、日本を越えてさ、海外だよ。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。幼馴染の関係を卒業して恋人関係になるためには、やっぱり相手に好きって伝わんないとダメだよね。すごい、そうだよね。バンビさん、直球ですね。いや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 、でも告白なんて難しいよね。いやでもこれ、リボン読んでる、リボン子の子なら大丈夫な気がする私は。本当に絶対に叶うと私たち応援してますね。そうだね、日本から、日本から応援してます。頑張れ頑張れ。いつもありがとう。じゃあ最後にもう一回付録紹介して終わりましょう。リボン6月号の付録はハニーレモンソーダおしゃれも捨て書セット。まずこのハニレモ缶とおしゃれもメモとソーダキャンディーマーカーとレモンキャンディーマーカーでした。じゃあぜひ来月を見てください。バイバイ。最新のリボン6月号はカスミンが帰ってきた超ときめき旧新連載、表紙&関東カラー51ページ、お家に帰ろう、コミックス累計650万部突破、ハニレモ旋風に乗り遅れるな、カラー41ページ。ちょっとレトロ。